まずは見送ります。ワンボール。いいところに決まってますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。外へのストライク。ワンボールツーストライクです。右中間へ、この打球はフライになっています。掴んでスリーアウト。追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。3対1カープがリードしています。西さん、試合中盤に差し掛かってきたわけですが、やはり接戦での試合展開になってきましたね。そうですね、面白い試合なんですけどもね、バッター陣もうちょっと頑張らないといけないですね。突破口を見出すことができるんでしょうか。さて、バッターボックスの丸山、どういったタイプのバッターでしょうか。驚異的な走力で平凡なゴロも内野安打にしてしまうようなバッターですね。そうですか。3球目見送っています。ボール。変化球空振り。ワンアウトです。バッターボックスは2番長岡。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。床田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インコース詰まりました。ここはフライになっています。ピッチャーが構えます。取ってツーアウトです。打席には3番バッター村上。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね。そうです。初球打ち、これはどうか。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。さあスワローズ、チャンスの場面を迎えています。彼は長打が期待できますから、一発で一気に追いつくという展開もありえますよね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスにはサンタナ入っています。さあ2球目は何か。低め見ました。ボールです。低めのいいところにチェンジアップが決まります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。高めに大きく外れています。空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。あと1本が出ませんでした。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。5回終わって3対1カープがリードしています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは初回、ツーアウト1、2塁のピンチ。5番末永、2球目しっかりと捉えました。スワローズ一振りで先制点を奪われます。3回の裏、チャンスの場面、しかし内野ゴロに打ち取られます。点差を縮めることができません。4回の裏、得点圏にランナーを置いて、最後はコースいっぱい、手が出ません。詰め寄ることができません。5回の裏、ランナーを2塁に置いて、最後はこのボールで三振を奪われました。点差を縮めることができません。6回の表
坊っちゃんスタジアムからお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。カープ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは菊池。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ、さっきは振っていっての三振ならまだ良かったんですけどね。はい、ここは積極的にいってほしいですね。そうですね。スワローズビハインドで迎える6回です。3球目は何で来るか。スライダーが決まります。ワンボールツーストライク。打ちました。取った菊池、ヒットが出ます。ノーアウトランナー一塁です。ピッチャーの状態なんですが相当厳しくなってきたでしょうか。スワローズここでピッチャーが変わります。スワローズベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、小澤ここで降板です。さあ追加点のランナーを一塁に背負います。バッターは小園。そして塁上には菊池。まあ盗塁も考えられますから警戒はした方がいいでしょうね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。見事に盗塁を封じました。まあここは当然警戒してましたからね。これが3球目。アウトコース空振り。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。低めの変化球です。平行カウント三振です。バッターボックス末永、今日はホームランを放っています。ツーアウトランナーありません。空振りです。スライダー外れます。改めてお聞きします。バッターの末永、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ当たればホームランも飛び出す長距離砲という感じでしょうか。ああそうですか。ファウルになります。打球の行方には十分ご注意ください。これはバット出ず三振です。スリーアウトチェンジ。この回カープ結局3人で攻撃を終えています。3対1カープがリードしています。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。6回の裏追いかけるスワローズの攻撃。バッターは5番尾花。先ほどの打席でヒットを放っています。スワローズビハインドで迎える6回の攻撃です。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。小園抑えてワンアウト。現在のピッチャーの状態まだ100球には達していませんが多少きつくなってきたでしょうか。バッターボックスは6番西川。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席アウトにはなりましたけどしっかり捉えてましたよね。タイミングは合ってるんで。ファーストの横抜けました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスには代打の青木。
さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。この期待に応えたいですよね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。さて赤星さん、この青木対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、左ピッチャーを苦手にしているということはないと思いますね。うん、そうですか。このカウントは甘い球だけでなく少しゾーンを広げて待っている感じでしょうね。うん、なるほど、そうですか。これは手が出ないか。ストライクを取ります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。この打球は右に切れてファウル。ワンボールツーストライクです。しっかり捉えた。セカンドうまく捉えて一塁アウト。ランナー二塁はそのままです。ピッチャーの状態なんですが相当厳しくなってきたでしょうか。カープ、ここでピッチャーが変わります。カープベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、トコダここで降板です。さあそして打席には竹岡が入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。このチャンスをものにして流れを引き寄せたいですよね。まだまだ分かりませんよね。なるほど、そうですね。これは手が出ないか。ストライクを取ります。変化球打った。サードの左抑えた。一塁アウト。これで3アウト。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。6回終了3対1、カープがリードしています。これから7回スワローズに選手の交代がありました。これから7回カープは代打を送ります。バッターボックスには代打の相澤。スワローズビハインドで迎える7回です。初球は何で来るか。ちょっとすっぽ抜けた感じです。次が2球目入れてきました。さあ3球目は何か。あーよく見ましたね。外の変化球わずかに外れました。次が4球目打ちました。おっとこれを掴んだ。アウト。スタンドのファンも沸いています。素晴らしいプレーが飛び出しました。西さん、今のプレーいかがですか。いやバッターはね運が悪かったですね。諦めるしかないでしょうね。バッターボックスには代打の田中。まずはワンアウトを取っています。流しました。これはどうか。三遊間抜ける。ワンアウトランナー一塁となりました。打順は8番坂倉。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。
ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。次が3球目。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね、バッターのために走るなら早めがいいというのはありますけども、ただここは左ピッチャーなんで慎重になってくるかもしれませんね。なるほど、そうですか。見送っています。5球目は何で来るか。打ちました。伸びていく、どうだ、入れば、入った、ホームラン、ツーランホームラン。スワローズその差を4点に広げられる重い一発となりました。追い込んでからのストレートでしたが、しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。スワローズ追加点を許します。5対1。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。残されたイニングはあとわずか。決定的な追加点になるかもしれません。